こにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、ひらめき BL 創作漢字クイズ。はい、あのね、まあオタクなら誰しも一度やったことあると思うんですけど、はい、あの存在しない漢字を作る好き放題作りましょうか、はい、好き放題作るっていうのがですね、以前ちょっとチルチルのサイトの方にあのこちらですね、あの記事がありまして、はい、ちょっと今回はこれをもとにあのここに載ってるものからあのちょっとクイズ形式のものと、あと私たちがですね新しく考えたものも後半ちょっとやっていこうと思いますので、はい、ちょっとその2本立てでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは早速 BL 創作漢字クイズから参りましょうか。はい、はい、じゃあ今回ね、あの綱吉さんに出題いただいてちょっと私が答えていきたいと思います。はい、あの先ほどもねあのご紹介したチルチルの記事に載っているものなので、はい、ちょっと私記事をねすでに読んでしまいました。答えを知っているので、はいはい、まだ答えを知らないほぐしみさんにねぜひ想像でお答えいただければと思いますので、全問正解目指してちょっと頑張っていきたいと思います。はい、はい、でこちらのクイズは読みのクイズになっておりまして、はいはい、作られたその創作漢字、うん、BL にまつわる創作漢字を一文字見て何と読むのか、はいはいはい、もう全然そんな固定観念とかにとらわれずに何でもありなのでお好きなように読んでください。わかりました。では早速一問目からいきましょうか。はいはいはい、こちらです、ドン。あーなるほど、でもこれは私、うん、もう分かった気がします。結構最初は優しめです。はいはい、じゃあ皆さんも一緒にぜひお考えください。これはでも自信ありますね、うんうんうん、はい、だってこのそれぞれのねこの部首というか部分がもう知ってるものたちの集まりですからね。そうですよ、これいいですね、でもいい感じですね。じゃあできました。お、はい、じゃあ答え見せていただきましょうか。お願いします。はい、じゃん、オメガバース。おお、正解。やった、先におーってなっちゃった。そうですよ ね、うん、ね、だって男男で真ん中に、まあ、バンという文字で、はい、まあ、これも読み方他にもあると思うんですが、はい、つがいって読んだりもしますね。そうですね、 BL オタク逆につがいとしか読めない。親しみのあるこの並びでしたね。はい、そうですね、これ結構分かった方も多いかなと思いますので、うんうん、続いて2問目に参ります。はい、ちょっと1問目とパッと見似てはいるものになります。ただ全然意味は違うので、読み方を考えてください。こちらです。はい、はい、なんだこれ。ちょっとね、難しい、うん、真ん中に男があってこう左右にまた別々の部分があってっていう。あ、でもこれあれか、外と男。おー、あ、分かった分かった、分かりました分かりました分かりました。あれ違うのかな、想像力とかがね大事になってきますからね。できました、分かりました。おお、ちょっと今回これ自信ちょっとあります。本当ですか。はい、そしたら早速見せていただきましょうか。お願いします。でで、あ、てんま、正解。ちょっとこれは当たらないと思ってました。はい、外から割って男が入ってきてるから、そう、ちなみにめっちゃ上手いですよね。そう、すごいですね。ちょっと私が作ったわけではないんですが、見た時になるほどって思った記憶がありますので、まさにね、当て馬といえば、はい、このラブラブいい感じになりそうなお二人の間にこう、うん、カッと入ってずっと輪を乱したりだとかいろいろしてくる、うん、やつのことですが、そういやでもすごいですね、ひらめ、でもこれひらめいた瞬間めっちゃ楽しいっすね。わ、なんかドバーって出る感じ。そうドバーって出ました。じゃあ読み問題ラスト3問目になります。はい、こちらです、ドン。なんか囚われてますけど。本当に見覚えがない。なんだこれ。何なんだ、まあ、自由にね創作された感じですからね。あーでもこれ私ちょっとピンときました。マジっか、はい、あれこれ記事読んだ時全く分からなかったの。でもこれ絶対あれですよね、 BL オタクでこの設定知らない人いないと思うんですけど。
まあ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 、それはそうだと思います。じゃあちょっとどうかな。ただ答え見た時にこれだけじゃないかもって思いました。あ、それは確かにいろんな考え方あるよなって、この漢字一つで夢が広がりすぎるなって思った記憶があるので、ちょっと答えはもしかしたら様々あるかもしれません。今回に限ってはこの記事にね、はい、あったやつをね、載っているものを答えとしたいと思いますが、いかがでしょうか。どうですかね、皆さんもお考えいただけましたでしょうかね。ちょっとじゃあ私はこれでいきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、こちらですね、ちょっとコンプラで伏せてるんですけど、はいはい、ピーしないと出られない部屋は、なるほど、はい、こちら不正解です。開いた瞬間すごい長文でびっくりした、はい、でもすごいそうですよね、なんか納得しちゃいました。なんかそうとも言える、男が向かって囚われてるから出られないのかなって思って違うんですね。これ正解なんですか。はい、正解はメリバ。あちょっと納得じゃないですか。確かにそうですね、2人だけの世界ですもんね。そうですそうです、あ、なるほど、2人だけで最終的にこうこの中にいて、はい、もう完結してるみたいな。あ、ちょっと私がちょっと卑猥な想像ばっかりなんかしてるせいでこういうことになってしまいました。恥ずかしい。完全にこの閉じてる四角というか、うん、これもちょっと特徴的ですからね、うん、もしかしたらなんかどっかパカパカ開けれるようにしとけばもう部屋になるんじゃないですか。上にね棒一本足したりとかしたら、あ、なるほど。でもこれメリバなんですね。どうですかね、皆様ご覧いただいた方は全問正解できましたでしょうかね。いやちょっと、ね、難しいんですよ、普通に難しいですねこれね。想像力をね結構羽ばたかせないと出てこないとか、うんうん、いや考えた人すごいなって本当ですね。さてクイズもちょっと終わったということで、はい、続いては後半戦、はいはい、書き問題をやっていきたいと思います、はい。今回ですね5問ほどテーマを、はい、問題を設けましたので、はい、その単語を見てそれに合うだろうなっていういい感じの創作漢字をこう、はい、我々が事前にちょっと考えてきましたので、はい、発表していきたいと思います。思います。ちょっとぜひ皆さんもご一緒にこの問題を見てご自身で考えていただければと思います。それでは早速1問目から参りましょうか、はい、1問目はこちらです。はい、スパダリーですね。じゃあちょっとこれに合わせて漢字を発表していきたいと思います。じゃあ行きますよ、せーので、はい、せーの、じゃん。おーおー、これなるほど、どうでしょう。じゃあちょっと綱井さんのから説明いただきましょうかね、はい、こちら簡単に言うと完璧の感と夫っていう感じをいい感じにこう重ねました。でこれありそうでない感じでした。ちゃんと私ミかなと思って一瞬一本ないんですよ、はい、なるほど。いやこれ思いついたと結構ビビッときたなって、これ秀逸ですね思いました。 どうでしょうか。え、いいっすね。ちょっとほぐしみさんもぜひご紹介お願いします。はい、私結構ごちゃごちゃしてるんですけど、男に包むに心でやっぱなんかスパダリという私はすごい包容力かなと思ったので、それをここ心と包むで表したくて、でやっぱダーリンなので男をちょっと入れさせていただきましたね。心私もちょっと入れたかったんですよ。はい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 、でもやっぱ完璧要素もちょっと欲しくて、うんうん、完璧のペキのポーズに近い配置にしました。なるほどなるほどすごいわかりやすいはい、じゃあ続いて2問目の出題こちらですね。はい、コンドームということで、ほうほうほう、じゃあ行きましょうか、せーの、じゃん。おおいや見てあーってなりますよお互いなるほどなるほどちょっといいですかこれはまず1問目が守るから取ったんですけど、はいはいはい、で三髄で隔てるなんですけど、説明するとで精液白い液を隔てて受けのお腹を守るということでこの字です実際なんですけどどうですか隔てるがドーンって入ってるのが良すぎるやっぱりねねそう壁っていうイメージが結構あったのでそれに関してはそうもどかしさもありながらも、うん、でもお腹を守ってくれるから守りも欲しいなということで、あ、いいですね、ちょっと三大要素私も入れたかったないいこれ液だと思って、ね、一気になんかこう水分を感じられてですよね、わーいいですね、はい、
はい、私の方ちょっとこれは、はい、もうちょっといいの考えられたなって思ったんですけど、うん、守るとゴム伸びるっていう感じを一応混ぜてるんですけど、はいはいはい、これめっちゃわかりやすいですよ。 これこの配置ちょっと見た時になんか、はい、一瞬守護神なんか形とか遠目で見たら守護神に見えるなって思ったのもちょっとこの配置にした理由というか、はい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 、でやっぱ守る本当すごい大事なのでそうですね、守るという見解は一致するなってことですかね。そう、守るとあったって感じですねっていう、はい、じゃ続いて第3問はこちらです。はい、基礎マークですね。ほうほうほう、じゃあ行きましょう。せーの、じゃん。おお、いや気になりますね。どういう、え、ちょっとほぐせみさんのから聞いてもいいですか。はい、ちょっとこれはポエミーなんですが心を刻みつけてる証なので、これで立身弁の方の心で立身弁で使うのうまいっすね、はい、これで基礎マークにしました。刻む、いいな。はい、はい、ちょっと私の方こちらなんですが、うん、口はまあ普通に、うん、で香るが、はい、の残りがとかのイメージで香りを使います、うんうん、あー、なるほど。なんか、はいはいはい、別に実際に匂いが残ってるわけではないのかもしれないですけど、はいはい、なんか香ってる感じよくないですかなるほどね、はいはいはい、ちょっと趣深さを勝手に感じながらちょっと作りました。いいですね、お互いこれちょっと趣があったと私たちは思ってるんですが皆さんどうでしょうか。いかがでしょうか。はい、じゃあ続いてはこちらですね。はい、テレフォンクスちょっとほうほう一部伏せ字にしてますけど、はい、はいはい、じゃあいきます。せーの、じゃん。あ近い、これいやそうですよね、はい、はい、あちょっと聞こうかな、はいはい、このなんか交わることをどう表そうかと思ったんですけど、うん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 、単純ななんかこう交わるよりかはなんかやっぱ幸せさが欲しいなって思ったので、まあ、ダイレクトに幸せを入れて、はいはい、で、まあ、やっぱ耳はね外せないですよね。そう、電話なのでね、うん、っていう要素をこう漢字で入れるとなると耳が一番いけるかなと思ったんで、うんうん、ちょっとこれは安直なんですが、はい、こんな感じにしました。なるほど。いやでも私も安直さで言ったら多分負けてなくて使われるであろうものをぶち込みましたなんか難しい方の声に似てますね、はい、形的には。そうそう、それもちょっと意識して、はい、入れましたね。いいですね。いや、 やっぱり声と耳があって最終的にはここなので、どうしてもテレフォンで使われるとなると、手の大事なね部分ですからね、はい、手は。そうそうなんです。ということでこっちにしましたはい、で最後はこちらですね。はい、寝取られ NTR ということで、いきましょう、はい、いきます。せーの、じゃん。あ近いですね。近いけど被らなかったですね。そう、ちょっと被ってるかもなんていう、はい、私の方結構見たまんまなんですけど、はい、この家の冠の中に取るを入れました。あ、なるほど。で遠目に見たら寝るって感じにも似てるなって思ったので、そういう意味で造形的にもこれにしました。あー、なるほど。私やっぱり奪われる、奪うっていうなんか意識がなるほどなんか強かったんで。そっちなんですね、はい、で奪われてるものが男だから奪うに、遠くから見たら奪うに見えるような中に男をちょっと入れてみた感じですね。 いや、いいですね。はい、ということでここまで読み編と私たちの創作、はい、クイズ編とやってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、いや結構お互いね、はい、別の視点から作ったりだとか、うん、でも関西で遊ぶってなると、うん、元々ある感じ その形をね、うん、維持したり遠目から見たりとか、うんうん、ちょっと重ねたりとか遊び要素が多かったのがめちゃくちゃ楽しかったですね、うん、これ結構考えてるのも楽しくて、うん、なんか宿題みたいな感じで考えてきたんですけど久しぶりねワクワクしながらやりました。漢字なんてね、漢字ドリルをやった時以来かもしれないですけど、うん、これ楽しいですよ。そう、相当楽しいなんで皆さんもぜひテーマ設けてちょっと作ってみてください。でね、なんかいいのがあったらコメント欄とか、はい、こっちのね、リンクを、記事のリンクを概要欄に貼っておくので、そちらのコメントにもぜひぜひお寄せいただけると嬉しいです。はい、お待ちしてます。それではバイチルー。